こんにちは。次に紹介する道の駅はこの橋の駅っていう駅ですね。八頭島のちょっと那覇寄りのところにあるんですけど、まあやつ道の駅にしてはちょっとちっちゃいなっていうイメージがあるんですけど、一応食堂もあって、その食堂には元祖ソーキそばの店って書いてますね。まあ元祖ソーキそばを名乗る店はなんかいくつかあるんで、まあ、ここが一番本当に最初の方かどうかっていう、まあ自信はないんですけど、まあ一応そう書いてあったので、まあ僕が今日行った時はまあ主に刺身定食頼んだんですけど、1000円で、すみません、刺身定食じゃなかった、味噌汁定食で刺身がついてるって感じだったんですけど、なんか週替わりで特別メニュー出してて、海鮮丼と地魚の天ぷら丼があったんですけど、他の人が食べてるのを見て、あ、そっちの方頼んだらよかったなってちょっとまあ後悔したんですけど、まあでも、まあ、そこそこ味も美味しかったですよ。で、店内の人のなんかそういうデザート屋さんもいくつかあって、なかなか美味しそうなものやってましたし、まあ比較的、まあ道の駅で、まあ観光で行く店で1000円で食べれるんだったら、まあそこそこいいんじゃないですかね。です。営業時間は9時から、平日は5時半、土日祝日は6時までです。元祖ソーキそばの店って書いてますね。はい、園芸コーナーがあります。ニューハーフ。オカマでもおるのかな。なんか別の意味のニューハーフみたいですね。何の意味かは分かりません。幻のナゴラン発売中。サザンカ植木、ストロビラニザス、ヤエインパチュ。あ、この花綺麗ですね。ストロビランスサス、ナレシコ、アスターフルーツ3025円。あ、店内少し見よう。削ったんですね。
新商品って値段が分かんないな。3410円みたいですね。540円、早期汁450円、シーカーサーレモンケーキ180円、あ、このパパイヤで216円安いですね。あ、108円でこれ安いな。ここは安い。もしかしてキャベツ系はそんなに安くないかもしれないです。300円でこれは高いな。じゃあ、まあ、いやいやいや、あ、山芋、あ、これで500円だと安いかも。だと、キャベツはだとか。具が多いですね。これで、この。味噌汁定食1000円か。タコライスセット、この中だったら味噌汁定食かな。あ、漫画もあるよ。